こんにちは、ライムです。ということで今回はハッピーホリデー2023スカウト新ガチャ引くべきか、性能評価。はい、ということでこちら偶像鬼巫女シュナのガチャがね、まあ、唐突にやってきました。まあ、唐突というか分かりきってた、毎年マオリューやってる方はね、これはクリスマス来るなみたいな想像はあったかなと思うんですが、ただね、キャラが意外だったよね。ミリムかなって思ってた、正直。今年はまたっていう、去年も結局シュナだったからね、シュナとルミナスだったので、どうなのかなと思ったらシュナ好きだね。多分このガチャのどのキャラ出すかっていう会議でおそらく一番力ある人がシュナ推しなんでしょうね。あんだけまあアンケートとかで、まあ、同じキャラやめてって言われてたにもかかわらず、こんだけ出してくる。まあアンケートに反映されるのも半年くらいかかるみたいな、キャラ作るのにね、イベントとか作るのに半年ぐらいかけて作ってるみたいな話もあったんで、もうアンケートを反映される前にどんだけシュナ作ってんだよっていうね、やばすぎだね、すごいわ。まあ、シュナが売れるのが、まあ、本当に推しがいるのか知らないけど、ということでちょっとね、もうなんていうの、シュナは悪くないけど、そこでもうすでにユーザーにとって賛否両論が生まれているというか、不平不満というかね。まあちょっと性能関係ないんで、その話はここまでにしてということで、ね、いつも通りですが僕の動画長くなると思うんで最後にまとめ書いておきます。長いなと感じた方は最後まで飛ばしていただいても構いませんので、じっくり聞いてくれるという方はこのまま聞いてください。はい、ということで見ていこう。今回、シュナさんは炎属性、火属性だね、このゲームでは火属性の魔法攻撃タイプで、攻撃成長型ですな。で、勢力が今回可憐なる輝き、まあアイマスコラボ、ミリシタコラボのキャラと一緒に使っていける。あと聖夜の思い出、これはね、今んとこ正直シュナの勢力は不遇かなって思っちゃうね。まあ、今後もう、まあ、ベニマルであったりソウエイだったりその辺のキャラの実装はもう確定してるんで、まあおそらくその辺でベニマ、例えばベニマルとかソウエイどっちかが新しいカゴキャラになった場合は、勢力で多分オーガの誇りがついてくると思うので、まあそこで、勢力のバフが乗っかってみたいなこともあると思うんで、まあ、今後だね。今のところこの下の3つが生きるようなカゴキャラっていないと思うので、今のところは微妙ですけど、まあ、将来に向けてって感じですかね。はい、であと奥義、こちら敵単体の通常ダメージ 490% の非属性魔法攻撃、奥義ゲージ 200% で極み奥義発動項に変換ということになっております。まあ、これについては一応同じようなカテゴリーで言うとメグミンかな、このスバコラボのメグミンがいますが、スキル内容がね全然両者とも違うので、結局、どっちのスキル欲しいかなっていう時にまあ使っていく感じで、あと全く同じパーティーに入れることもできるからね、スキル違いなので、皆さんのとつってある方でまあどっちか、まあ、選ぶような形になると思うしってことかな。はい、まあ勢力も全然違うからね、あの片方は結局ただのバッファーとか変換要因みたいな感じで入れることになると思うんで、めぐみ持ってるからシュナがいらない、シュナ持ってるからめぐみいらないみたいな話ではないですね。互換性能はないということなんで、はい、まあ単体奥義だからフィニッシャーとしても使っていけるよってことです。でスキル1、こちら消費ポイントレベル7以降で55、味方全体の強心率を一旦100% アップ、味方全体の魔法キャラの強心力を一旦 40% アップ。こちら、まあ、強心の内容については支援キャラの攻撃力を一定割合分加算しダメージを与えるということです。まあこれ正直強心の効果ってちょっと抽象的によく分かんない感じがあるんですけど、使ってみたというかバフ比較してみた動画過去にアップしたんで、先月の2周年イベントの時にね、ご興味ある方はぜひそちらもご覧になってください。はい、まあ結論から言うと決して弱いバフではないよっていうところ、なおかつこれについては強心率アップだけではなく強心力アップまでついてるからね、
おまけも かなり強めかなと。ただポイントは魔法キャラにしかこれが乗っかってこないっていうところですかね。なんで多分おそらくあの物理に対しての義みたいな感覚だよね。物理だったら義だったら奥義の発動本のバフと、あと物理キャラの回心率アップみたいな、バフありましたけど、魔法キャラだとそういうのなかったんだよね。ギーみたいなかなり強めでみたいなやつなかったんで、まあそれこそギーのねまんま魔法版出てもいいと思うんですけどね。出ないね、出してもいいと思うんだけどね。はい、ということでまあその辺のまあ差別化というかって感じになってくるのかな。なんで基本的に生きるのは一番、まあ生きるっていうか強心率アップ自体は物理でも入るけど、本当に火力を出していきたいのであれば、まあ魔法編成で使ってあげると火力に期待できるよねっていう効果内容になっております。いずれにしても汎用性はかなり高いと思う。これが今の現状でこの強心率アップができるキャラが今回のこのシュナと、あと先月の看護キャラのルミナスしかできないので、戦闘キャラでは間違いなく初めてっていうことになるから、今後また増えてくるんでしょうけど、まあこの今回のねこの強心力アップであったりとか、あとこの後話すスキル2の効果もあるんで、未来のね強心率バッファーと比べても、まあ、差別化はできると思うので、うん、例えば未来のやつが強心力ダウンとかね耐性ダウン系のやつかもしれないし、あと強心率アップとまた全然違う効果乗っている可能性も全然あるので、そう考えるとまあ決して無駄ではないし、今の現行で考えると超希少価値高いのでってところで、あともう一個ポイントとしてはあれだね、最近出たバフなので既存のクエスト、今出てるまあ正当戦であったり相談試練であったり、まあその他の高難度いろいろまああるかなと思うんですけど、今実装されてるものの中で強心耐性持ってるキャラって存在しないので、もう全ての敵に対してもう一定のバフをかけることができる、一定のダメージを与えることができるっていうメリットがあるので、まあ、今回、ミリシタコラボから始めたよって人は過去のねすでに実装されているクエストを攻略する上では非常に、まあ、役に立ちそうだよねっていうところがありますので、まあ強いよ。そう考えると防げる敵がいないからね、軽減してくる敵がいないって考えると、まあまた今後また新しい、まあ、例えば来月とかになったら強心耐性バリバリ使ってきそうだけどね。なので、まあ、そこは結局あの使い分けだよね。この敵だったら回心率、この敵だったら強心率みたいな感じの使い分けにはなると思うんですけどね。はい、まあ自分が使える手段をいっぱい持ってて損することないのでこのゲームではね、なんかたまたま何も考えてなかったけどよくよく考えると、あこのキャラ超刺さるな今回みたいなこととかも全然あるんで、マオリウでは。はい、であともう一個、まあ、こっちはおまけというかガチ勢向きの話になってくるけど、今回のね英傑杯シーズン14の舞台効果ともめちゃめちゃ噛み合ってるんです。あごめん、英傑杯今日消費してなかったわ、最近忙しすぎて寝てないほど忙しかったから消費してないけど、この今回のねシーズン14がいや全然できてねシーズン14の舞台効果がギノの魔装痕の加護ゲージ増加量 50% アップと、あと相手よりも先に SP を90消費した時攻撃含む味方全体の強心力をバトル終了まで 100% アップっていうとんでもない効果になってんだよね。しかもこれがあのさっきのシュナのスキルはね魔法キャラにしか強心力 40% アップ乗ってこなかったけど、これ関係ないからね、物理も魔法も関係なく攻撃も関係ない、全キャラに強心力 100% アップっていうバカみたいなねバフがつくんで、これができるだけでも火力感全然変わってくるから、今回はこのシュナまあちょっと使ってみない、実際やってみないと分かんないけど、うん、もうこれプラスさっきのあの舞台効果プラスもう一つ軽めのバフがあれば、おそらくいいダメージ、超過ダメージ、いい超過ダメージ出そうだなっていう感じがあるから、枠の圧縮ができそう。あじゃあ今まで使ったこのバフバッファー外して他のキャラ入れようかみたいなことも、まあ、できそうだし、まあ、今回だけじゃなくても今後もまたなんかね
シュナに、シュナというかこの強振系に有利な舞台効果出る可能性も全然あるので、それを考えてもガチ勢的にはまあ持っておきたいかなって思う。まあ、決してなんかそのなんだろうな、55バフっていうことになるから、英傑杯で考えると決して軽いスキルではないんですけど、まあ、選択肢の一つとして全然あり得るなっていうところですかね。少なくとも今回はめちゃめちゃ活躍すると思うし、はい。で、こちら昨日の時点では分からなかったスキル2ですが、まあでも昨日の性能解説動画で言った通りの内容だったね。完全にまんまっていう、予想通りすぎましたね。はい。いや、こちらやはり消費ポイントがレベル7以降で15で、奥義の発動項2枚この単中のみ技能の魔装項に変化、技能の魔装項の全ての芸術効果で一旦 10% アップという内容でした。ブラグが25で3枚変換とかね、まあ、その他のキャラがコスト0で1枚を変換とかね、仮面の勇者いましたけど、その間ってなるとやっぱ2枚だよね、2枚変換ということになるので、まあこれは優秀です。先月の2周年の時のブランを使った方なら、あ、これ使っ、このなんだろうな、やべ、名前出てこねえカタログスペック、カタログスペックで見るよりも実際で使うと超便利だなって感じるスキルがこれだよね。奥義の発動コン変換、まあ、1枚変換だとちょっと微妙だけど、2枚以上だとだいぶ変わってくると思う。これがなんでかっていうと、常にこの変換枠を場に2枚出しておける、最低でも2枚は出しておけるっていう安心感で、1体であれば後ろに1回1人極み容疑溜まったら後ろに下げてみたいなこともできるからってことを考えると、結構2枚変換系は立ち回りしやすそうっていうとこかな。で、あと単純に可憐なる輝き勢力は今回コスト上限が100しかないので、ブランみたいな25だと重すぎちゃうんだよね。2回目使うとき45、3回目が65だからね。あ、まあもちろんあれはあるけどね、今回のカゴリムルが毎ターンコストが下がってくみたいなね、新しい、バフはありますけど、まあ他のですね、コスト上限100しかないようなパーティーでも、まあ、最初のコストが15から始まれば、まあ 2,3 回は使えるかなみたいな感じになると思う。3回は使わないかもしれないな、どうかな、パーティー次第だけど、まあいずれにしても他のパーティーで使う際、特にチャージ型が一番使いやすいと思うんだけど、技能のチャージ型今後もおそらく全然出てくると思うので、現状のね、まあもちろん技能のチャージ型でも使えるし、将来性もバッチリということで考えると非常に良さそう。まあ、必須ではないけどね、もちろんね、必須ではないけどあるとすごく楽みたいな感じになるし、今回のアイドル編成についてもですね、技能の魔装痕を消した数で攻撃力アップとかそういったねバフもあったりするし、あと技能呼び出しスキルあるよね、あれも2ターン内で技能の魔装痕のダメージ力アップなんで、可能であれば奥義の発動痕ではなく技能の魔装痕でねコンボしてダメージを出したい、で最後の最後で SP100 にした状態でバフ全乗っけて極み奥義打つとかね、そういった立ち回りもできると思うので、まああったらすごく便利っていうね、汎用性は高いと思います。はい。で、英傑特性2コンボで魔装痕発動時、一旦敵の技能の魔装痕の全ての芸術効果量 10% ダウン。これはまあ微妙かな。ただ、まあこれがね、本当に、その、なんだろう、タイミングによっては、英傑杯のランキング戦ですごく嫌な思いするけどね。下。前回のね、生放送を見てくれた方ならわかると思うんだけど、あれ何戦目だったかな？結構後半だったな。37とか38戦目ぐらいで、技能を3コンボすれば、カゴゲージが溜まる、みたいな場面で、技能の魔装痕のまさにこのデバフを食らってて、カゴゲージが溜まらなかったっていうね、場面があって、しんどかった。まあ、たまたま、結構これたまたま事故というかさ、そういう時に会いやすい、これ、されると。だから、
まあ自分で使う分には弱いけど、相手が使ってくるタイミングによっては結構凶悪なものになったりするので、まあ本当にこれは事故だったね。まさに事故だったね。普通たまたまね、技能3コンボで溜まってるっていう時にこのデバフを受けること自体そんなにないので、多くあることじゃないので、まさに事故でしたが、まあそういった感じですかね。ただ自分で使う分にはマジで弱いんで、まあうん、これ目的で入れるようなものでは全然ないです。はい。であとキャラクター特性、こちらセットキャラ3体以上編成し出撃した場合、2ターン経過ごとに SP を3アップ、3突以上で5アップ。これはまあ、これも使いどころかなり狭いけど、武勇祭とかでうまく使ってやると、今まで普通の立ち回りではたまらないターンでスキルがね一つ分多く使えるってことは、バフを一つ多く使えるってことはスコアが伸びるっていうことになるので、本当にうまいことを SP 計算して、やってる人であれば、これを使ってバフを一つ増やしてスコアも伸ばしていくみたいなことをするでしょう。なんか前回のあれだっけ、武勇祭の攻略動画の時にまさにそれやったような気がするんだけど、ちょうどね、確か10足んなくて、これを2キャラ設定して連れてってみたいなことやって、そうスキル55バフもう一つ多く使っていったよみたいなやつやったと思うんだけど、まああんな感じですかね。例で言えば気になるって方はぜひそっちの動画を見てほしいなと思う。2周年の武勇祭だったと思うんだよな確か。はい、一応そんなこともできたりはします。まあちょっと狭いけどね、汎用性はそこまで高くはないけど、まあ決して無駄なものではないからね。 SP はあるに越したことはない。うん、低くていいことって別に何もないからね、 SP に関しては。そんな感じです。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。これもう先に結論言ってしまうと、石があるなら引けっていう、これはね言っておきたい。これは人によっては全然引かなかったことを後悔するレベルだと思うんで、また、まあ、今回みたいに例えば会心耐性、それから貫通耐性、なおかつ、他のなんだろうな、いろいろ体制あるけど、最近めちゃめちゃそういうさ、やらせないっていうことに特化してる敵が増えてきてるじゃないですか。そんな中でどうやって火力出していくかっていう時で、やっぱ手札が多いに越したことがないんですよ。バフができる手札ね、弱点バフができます、強心バフができます、奥義耐性ダウンできます、奥義バフできますみたいなね、いろんな手段、攻撃力アップできますとか、あるに越したことはないので、もう八方塞がりっていう時に、あ、強心バフがあるじゃんみたいな、そこで手札を出せるっていうのは非常に強いので、これは引いた方がいいと思う。戦闘キャラで唯一だからね、現状だとね。まあ今後どんどん増えていくかもしれませんけど、うん、まあいずれにしても、この全く同じ効果が出ることってのはないので、またなんか新しく出る際には、この強心力アップではなく強心耐性ダウンかもしれないし、まあ、あるいは全く別の全然関係ない、これなのみたいな謎のやつがついてくる可能性もあるしということです。はい、汎用性高いね。だからこれはこのスキル目的で別のパーティーに入れるっていうこともできるから、出張でね勢力関係なく使ってくれるいけるっていう爆裂にそういう汎用性があります。あと今回英傑杯シーズン14の舞台効果とも噛み合っているので、相手より先に SP90 消費した時に後衛含む味方全体の強心力が 100% アップっていう爆裂バフがかかってくれるから、まあガチ勢の方は必須かなっていう感じ。今後もまたシーズン14だけに限らず強心系の、まあ、何らかのね有利効果が働く、場面もあるかなと思うね。はい、あとスキル2についても、こちらも奥義の発動コン変換ですが、属性や勢力関係なく使っていける便利スキル、まあ、先月の2周年のブラン使った方ならなんとなく使い勝手わかるかなと思うんですが、今回のね、アイドルパーティーだけでもなく今後の新たな技能パーティーでも重宝される可能性がありますので、特にチャージ型とかだと良さそうな感じするんで、まあこれだけで引くようなものではないけど、この戦闘スキル1
についてる付随スキルとしては結構便利かなって。この強振率アップ目的で入れたけど、あ、スキルにもそういえば結構使いやすいなみたいなことになると思うので、まああくまででも変換先が技能っていうところが注意ね。例えば奥義パーティーとか、カゴパーティーだとちょっと使いにくいっていう場面も出てきてしまうので、ここら辺はね、臨機応変にという感じですとか、はい。まあ、とにもかくにも、初の、戦闘キャラの強振率アップキャラなので、まあ、石に余裕ある方は、とりあえず引いておけって僕は言っておく。はい。ということで、まあ、この後、ガチャ動画、さらに使ってみた動画、あーと、武勇祭も、それこそ武勇祭もやんなきゃいけないけど、まあ、いろいろね、やるべき動画が多いですが、ご興味ある方はそちらもよろしくお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。